どうも、内山美恵です。今日からポケモン GO でレジアイスが実装になりましたので、早速出歩いてる次第でございます。あと20秒ぐらいでレード湧きますので、レード湧かない、卵割れますので、早速戦っていきとうございます。いきとうございます。さあ行ってみよう。よいしょ。あ、これね、アジサイ綺麗よね。もう6月ですね。あ、もう6月ももう終わるか。夏だよなんて言ってる前に、あー来ました。問題はね、人が集まるかどうかなんですよ。どうだろう、レジアイス。いる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 。あざっすあざっす、よかった、レートができる。いやー絶対に欲しいです。今回はね、ちょっとレードが湧くまでに時間があったので、おすすめバトルパーティーだとファイヤーブースター、ルフィアとホウオウが出てるんだね。だけどネットで調べたんですよ。チュインチュイン、このパーティーで今回戦っていこうと思います。ポケモン GO 始めてすぐに強化したブースターが上位の CP だったので、ブースターとファイヤーとエンテイが、炎タイプが今回の氷にいいっていうことを覚えたので、今回はねこのパーティーで戦っていこうと思うよ。どんな動きするんだろうね。早速見ていこうと思います。ちょっと音でかいから、音しちゃう。さあ用意スタート。氷系のポケモンだよね、レジアイスって。でね、ネットで調べてる時に炎タイプのポケモンで、私鳳凰が CP が高いので上位にこう出てきたんですよ。だから、あ、これいいじゃんと思って使おうと思ったんだけど、このタイプのポケモンでもさ、なんだっけ、技が炎がないからかな、鳳凰はねおすすめに入ってなかったので、一応それ以外で組んでみました。あ、なんかちょっと最近なんか覚えてるっぽくないね、こんな感じ。あ、でも周りの方はあれですね。あ、ファイヤー来た来た。ゴーを使ってる方多いですね。あー、リザードンも使いたい。そっか、かっこいいリザードンも使うっていうのも手でしたね。次はあれかな、もう一戦やりたいから、次のバトルではリザードンも使いたいなって思います。よっよっ。あ、ホウオウさん多いですね。で、ブースターも多いし、あ、黒リザードンいたじゃん。オッケー。まずは、お、ドンってね、来た。ブースター久しぶりに使った日の目を見たね。ボールの数9個です。いやー、欲しい欲しい欲しい。まずあのね、図鑑の黒い影のやつを埋めたいですよ。ボール9個だし、いけるね。おいし、なんかあれだね、あの三角のてっぺんが ここ急所なのかな、ここにめがけてボールを打つんだね。あー今打てばよかった。おグレート、よし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 、はいえ、はグレート、欲しい欲しい、1回目で欲しいけど、抜け出すの早くないこの子。はっ、はいはいはい、サークル次もうちょっと絞ってみようか。エクセレントを目指してやってみよう。あーちょっとやめ、はっ、はい、サークルもうちょっと絞るのか、わかった、ちょっともう一回投げたい。よし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 、あ、よしよしじゃないよ、捕まえたいんだよ。残り5球、もうちょっとサークル、こ、いやでもここまで絞る、どうしよう、こんなぐらい、あ、おエクセレント、どうだね、残りは4球、あ、祈ってて祈ってて、
はい、なかなか手ごわいな。もう難しくなってるの？そんなことないよね。2級なんですけど、残り。エクセレント、いいよ、いい感じだよ。早くない？どうして？ラスト1級だよ。見てなかった見てなかったってはい、はい。今までで一番丁寧にやったことない？めっちゃ良かったよね、私の。なんかグレートだったりエクセレントだったり。もう一戦行く？周り湧いてないんだよ、今。湧いてないんだよ。待つよ、湧くまで。欲しいもん。2カ所目に来ました。リベンジです。頑張ろう。もう見るからに硬そうで攻撃効かなそうだよね。15人もいる。おすすめバトルパーティーはこんな感じだね。ファイヤー、カイリュウ、ホウ、ルギア、ホウ、ホウホウ。時間あったのでリザードン使いたくて、このリザードンを使って戦っていこうと思います。さあ行ってみよう。ゴーゴー。おお、黒リザードン初使いです、私。かっこいいな、リザードン。めっちゃ尻尾で叩いてる。お、次も尻尾で叩く人や。お、終了です。さあリベンジゲッチャレー。欲しいよ、今回で欲しいよ。7級か。グレートでいいんだよね。はい、よいしょ。はい、一発目出てくるの早いんだよな、レジアイスさん。全然。ちょっと待ってね、こんぐらいにしとくわ。めっちゃね、威嚇してくれるからポンポン投げれるね。待てない私には最高の相手だよ。さあ残り5球。お、ノーマル。エクセレント入った。サークルちっちゃかったけどもの。どうして。エクセレント、どう？エクセレントだよ。やった、よかった。頑張った、よかった、取れたよ。はい、デジアイさん無事にゲットです。やったよ。 CP が1731で、氷の息吹地震です。はい。おー、トップレベルだって。やった、いいデジアイスなんだね。お疲れ様でした。無事に取れた、よかった。やっぱり1匹目は嬉しいね。実装日初日にできたっていうのもすごいラッキーなことです。ありがとうございます。しかもね、 CP がめっちゃ高そうな子をゲットできたので、大切に育てていこうと思います。いかがでしたでしょうか。この動画が良かったらグッドボタンと、まだの方チャンネル登録お待ちしております。 Twitter、Instagram いますので、内山美恵で検索フォローよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。